はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はドクターマリオワールド、前回ガチャで引いたピノキオを使ってちょっとやってみようと思います。まあね、クッパしか今まで使ってなかったというか持ってなかったので、ここでちょっとねやってみようと思います。でね、今まで他に比べる対象がいなかったんで分かんなかったんですけど、クッパはねやっぱりね、攻撃力と防御力みたいなものが結構高いみたいです。で、こっちのピノキオはスピードが高い代わりに防御力とかが全然ないので、使ってみてどんな感じの違いがあるかとかを、まあ、ちょっとやってみようかなと思います。相手がクッパだ。なるほど。さあ、どうあんまりね、いつものことながら、やっあ、間違えた。パカ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 。どうしよう。でしょ。ちょっとここで、もうちょっと素早く、なんていうんだ、動かせる人向きなのかな。で、クッパの方が防御力があるからじっくり戦えるのかもしれないな。ちょっと待って、そんなこと言ってたらではないか。黄色、青、ちょっとやばい、赤が早く来ないと。赤が来て、下が消えればまだなんとかできる。下が消えれば、ちょっと黄色が欲しいな。黄色、あー、まあちょっとずれちゃうのはしょうがないな。ピノキオで全然勝てないぞ。ちょっと勝てるまで一生しよう。なんか他のキャラの性能とかも知りたいな、こうなると。今度は見えないようにちょっと慎重に行こう。キノキオ、あ、はい、ちょっと待った、喋ってる余裕がないと分かんなくなってるな。
られてたんだな、だいぶマジか。ちょっと勝つまでやりたいけど、なんかレートがガンガン下がっていっちゃいそうだな、これ、じゃあピノピオ、あ、キノピオは何がなんていうか有利なのなんだ、その辺が掴めないままにボコボコにされて終わりそうだ。ありがとうございました。